日本岡山県笠岡市、上島笠岡湾間宅地から見た上島地区上島は、岡山県笠岡市にある地域の一つである。同市にある大技のうち、上島及び隣接する、上島外浦を合わせた総称で、かつて、上島という名の島であった場所である。なお、当初時代に、上島の続島であった片島と、木、雪子島等も当地域に含まれる。 郵便番号は上島が郵便番号714-0044、上島外浦が714-0034。かつては、笠岡諸島に属していた島であったが、1966年12月に始まった国営笠岡湾干拓建設事業により、近隣の片島と共に締め切り、堤防と干拓地で本州本土と陸続きとなった。したがって、現在の地形は半島であるが、 地名及び地域名としての上島は存続し、北側の上島と南側の上島外裏の大技からなる。上島の東側には笠岡港への上島水道と呼ばれる水路があり、1970年にその水路をまたぐ上島大橋が開通し、陸路の整備が行われた。なお、この県道は陸続きになるまで岡山県において唯一、 離島にあるものであった。また陸続きになった現在も、上島大橋は、上島地域と笠岡市街を結ぶ最短路である。観宅事業により、陸続きとなった島内には、国道2号のバイパス道路、笠岡バイパスが建設されている。また、上島四国八十八箇所霊場と呼ばれる四国八十八箇所を模した巡礼路がある。この巡礼路は、全長は、 約29キロメートルで、江戸時代にはあったという。1899年6月1日の町村静止港では、上島内浦を中心とした地域は、小田郡上島内村が、また上島外浦を中心とした地域は、上島外村が置かれた。上島内村は、小田郡の入江神殿、上島内浦、横島各村が統合して発足したものであり、上島と本州本土をまたぐ。 形の損益であった。以来1953年10月1日に、笠岡市に編入合併されるまで半世紀以上も、合併せず単独で存続していた。また、上島街村は、1952年7月1日、上島外町へ移行したが、1955年4月1日、上島街町ほか笠岡諸島の町村はすべて、笠岡市に編入された。 ありがとうございます。